こいつは厄介そうじゃな。お疲れ様です。お待ちどうさまでした皆さん、今回の動画はですね、すす病っていう病気なんですけれども、葉っぱがね真っ黒になってるのないですか、お家の植木で。よくなるんが月桂樹ですね。月桂樹とか、あと梅とかね、あと柑橘系ですね、柚子とかすだちとか、金柑みかんとかね、よくなるんですよね、すす病ね。あと梅とかね、あと街路樹とかで言うたら、トベラっていう種類のものですかね、真っ黒になってるんですよ。あれね、街路樹でね、たまに真っ黒になってるのね、排気ガスと思ってる人がおるんですけれども、あれ、すす病っていうね、菌っていうか、まあ、病気っちゃ病気なんですけれども、そういうことなんですよ。で、何があかんねんって言ったらね、ほっとっても良くならないんですよ。黒いすすがね、普段の雨とかが降ったらいずれ落ちて綺麗になるやろってね、ならないですよ。もうずーっとそのまま。はい。で、何があかんねやって言うたらね、光合成がね、できなくなってるんですよね。葉っぱの上に黒い粉がかかってるんでね、極端に言うたら、もう黒いビニール袋でこう被せてしまってるような状態なんで、光合成ができないということで、もう枯れていく可能性がね、非常に高いということなんですよ。で、じゃあ、すす病ってなんでなんねんっていう話なんですけれども、貝殻虫がね、運んでくるんですよね。どういうことかって言ったら、貝殻虫の糞ですね。排泄物に寄ってくるということなんですよ。はい。ですんで、根本的にね、すす病をね、なくすには、貝殻虫をつかなくしなければいけないんですよね。はい。で、貝殻虫の駆除の仕方ね、もう本当、貝殻虫の駆除の仕方、ちょっと簡単に説明しますけども、5月ぐらいですかね。ちょうどね、貝殻虫も最初はね、ちっちゃくて動いてるんですよ。ちっちゃい虫でね。で、成長になったらね、もう止まって、貝殻みたいに硬くなってね、ガチーとして動かなくなると。で、葉っぱとかね、幹の樹液をチューチュー吸うということなんですよね。ですんで、言ったらちっちゃいうちですね、発生初期に、代表的なのがね、農薬嫌いな方すいません、麻疹油乳剤っていうね、農薬、薬が結構、貝殻虫にはいいんじゃないかと思うんですよね。それを5月に散布して、貝殻虫をなるだけ軽減さすということが、一番大事なことなんですよね。つかなくするには。で、今回の動画はね、ついてしまって真っ黒になった葉っぱどうしたらいいんやっていう話なんですけど、ググってもらってね、一番に出てくるのはね、多分ね、軍手を濡らして全部こう、綺麗に拭き取るっていうやり方がね、載ってると思うんですけれども、現実的じゃないんですよ。そんな、植物の葉っぱって名前あんねんって話じゃないですか。ね、その一枚一枚拭くってドモホルンリンクルね、一滴一滴眺めてるんちゃうんやからね、無理なんですよね、現実的にはね。ですんで、今回僕がやったやり方ってね、葉っぱ全部切ってもうたんですよ。で、時期が大事で、一応今回やった樹種が月桂樹なんですけれども、助力樹なんでね、やっぱ葉っぱ全部なくしてもらうには具合が悪いと。ただ、僕やったのが2月の後半なんで、そろそろ芽吹く時期なんですよね。で、見たらね、ちっちゃいね、芽が結構出てきてるんですよ。葉っぱの芽が。ですんで、大丈夫かなと思う。時期的にね。粗治療ですけれども、大丈夫かなと思って、葉っぱ全部切りました、今回。すす病にかかってる葉っぱも、貝殻虫がひっついてるやつとか、貝殻虫の死骸とかがひっついてる汚い葉っぱね、全部切って、じゃあどうなるんやって言ったら、今年の4月にね、新芽が出るんですけれども、それって全く病気に侵されてない綺麗な葉っぱが出るんですよ。だからそれを守っていこうやないかっていう話なんですよ。農薬使うんですけれども、今回植わってる、月桂樹のね、場所なり、環境なりね、貝殻虫がつきやすい場所っていうか、なんか環境なんでしょうね。で、つくんでね、仕方ないんですけれども、当面、農薬でね、貝殻虫を防除していこうかなという思惑です。今は。はい。
こんなの聞いてないよ。で、まあその今回見てもらってる木はね、もうずっと昔から僕管理してたんですけど、もうその部署してね分かってるんですけど、まあええかなってほったらかしてしまってたんですよね。気にはなってるんですけど、あ、これなんとかしなきませんね、なんとかしなきませんねって言いながら2年3年経ってたんでね、そのずっと気になってたんでね。で今回ちょっとね、まあ粗治療ですけれども、まあそれが一番いい処置じゃないかなとね思ってるんですよ。はあ、で実際それをね、僕まだ初めてなんですよ、今回その処置をやったんがね。ですんで、あの実績はないんですけれども、それをね、今回その結果の動画がないんですいませんですけれども、今後ねその経過も全部あの動画にしてねアップしていこうと思ってますんで、気になる方はね楽しみにしていただけたらなとね思っておりますっていう感じですかね。はい、ですね。あと何か気になる、ま、もしねそのなんか質問あれば、コメント欄に入れてください。で今回葉っぱ全部切って、本当はねその軸が残ってるんですよ、幹とか枝がね。それはさすがにこう軍手でね濡らして残ってるすす病とかをしごき落とそうと思ってたんですけれども、よう見たらねちっちゃいね葉っぱの芽がたくさん出てきてたんですよ。ですんでしごき落とす時にね、その葉っぱの芽全部取ってしまうんちゃうか思ってね、あ、これは良くないと思ったんで、麻疹輸入剤をね、かけました。2月の終わりにね麻疹輸入剤を一応その幹に全体に散布したっていう感じの処置をしました。はい、ですんでね、今後どうなっていくかっていうのを経過もね、アップしていきますんでね、興味のある方はね楽しみにねしていてくださいということです。はい、いつもありがとうございます。またね次の動画でねお会いいたしましょう。ありがとうございました。失礼します。